なくなってないとかでもやな。おいーと、こんなやつ、こんなやつ、こんなやつ。さっき、さっきいないかも。そういう声ね。そうそう、赤ワイン、俺好きで、結局客席は、ロックンドさんできるの、いつも。別れるかもしれませんね。Yeah.
3位が何やろうな、そう、ぬか漬けか。
もうやめよ、さ、希望やめ、理想やからね。ぬか漬けと妙味が味噌汁ぐらいでいいかな、美味しい味噌汁ね。ああいう時の、若い時に、そのね、吉本のみんなに連れてもらったりとか、食べさせてもらったものって、やっぱりすごくなんか今でもよく行きますよ。あの一方手のシューマイとか、はい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 、重亭とか。ああ、重軒ね。はい、重軒なら重亭という。あ、重軒、はい、その分を連れてもらったら、結構まあ高いんですけどね。重い、美味しいんですよ。重いって感じ。何屋さんね。洋食屋さん。とんかつとかが有名。オムレツとかね、オムライスとか、ハンバーグ。でも、わらじっていう。Yeah.